南吉賞ね、はい、あの文藝春秋で小沢亮太さんと NHK にいた有働由美子アナウンサーの対談、はい、出たの見ました。見ました。すごかったですね、いろいろ。でも問題はそこで出てたのは、小沢さんのキャスティングがスタッフ中心で、小沢さんは脚本書きつつも要望を述べるぐらいにしかしてないっていうことなんですよ、うん、三谷さんの当て書きと真逆ですよね。ですからそれだけプロダクションからも NHK さんに対して売り込みもあると思うし、スタッフの皆さんも今回のキャスティングには腕の見せ所だと思います。今後も楽しみですね。今回の動画は以上です。